の一存でその思いをぶっ壊してみたくなるときない？電車のさ、黄色い線の内側に立って、あと10センチ俺が前に出たらこれ俺は死ぬんだ、みたいな。あるでしょ？そういう衝動に駆られるとき。そういう時期なんだよ。Y は！それってサイコパスの発想らしいよ。でもだから現実世界で出さないようにしなきゃいけねえな。現実世界では。出さなきゃいけないよな。偉い人と喋ってる時、殴ったらどうなるんだろうとか、そうそう。俺黒人さんと喋ってる時そうなんだよね。こいつ殴ったらどうなるんだろうって。俺も心の中で黒人さんとこいつと言ってるからね。今こいつでグーパンって言ったら石川と喋ってる時にさ、今何の前触れもなく黒人さんぶん殴ったらどうなるんだろうみたいな。この前釣り行った時もさ、フグ釣ったんだよ。俺絶対人がいなかったら、タバコ吸ってフグに根性焼きしてたね。おい、まっちゃん、いい灰皿できたよつって。頭をバチーンって。細かいで俺そこでやってるから。あ、いいよーつって、ハイデガー持ってきてねえから、路上で吸ってもらう。これ、バーンって、フグをさ、頭で気絶させてさ、口ポッカーンって開いたところにさ、あいつそこ入りされんし、にするわけ。でもそうだって見せらんないじゃん。俺が見せたいんだよ、そういう俺の裏の顔も。裏の裏まで。で、燃やすじゃん、みんな。別にそんなのいいじゃん。人間が一番偉いんだし。俺は思ってるよ。人間が一番偉いんだ。俺、フグより偉いと思ってるからね。フグを殺したところで、動物愛護団体がなんか、なんで動物なんだ。動物を殺すんじゃねえみたいなこと言って、うるせえバカ野郎って俺は思ってるんだけど、俺はね、世間体を気にして、俺も大人だろ？本当は、だって俺がもし、放送中にフグ殺して、それを灰皿にして、歩きタバコしたら面白いと思うんだよ、俺は。そういうのは面白いと思っちゃう人間なのね。だから燃やすだろ！バカどもが。フグだってそうだよ、プランクトン食ってんだろ。頭バチーンってやった時のさ、質問以上にマイシャンみたいな歯茎出すんだよ、フグって。びっくりした。あいつらさ、顎の力がクソ強くて、歯に噛んで折るのね。そういう憎しみをさ、小フグ。親指大の小フグにバーンって。おい、まっちゃん、また灰皿釣るだろーつって。釣るやいない、頭でさ、なんだっけ、あいつ。カネゴロがさ、イノシシ殺すときと同じ見てるのに、頭バチーンって尻尾持って頭引っ張ったけど、引っ張らくと、ベッコーってマイシャンみたいに歯茎出すんだね。それがちょうどいい灰皿だわけ。ジューッって。ビクーッって。俺今のところはちょっと、編集でカットしててくれ。ジジイマジンが。これ以上俺の好感度下げるわけにいかない。こいつ、裏でそんなことやってんのかよって。ビクーッて、うんこだーやめてくれって。婚約こんにゃくって呼んでる、俺はその現象。動物の声が。いねえだろ、なかなか、その動物と、目線合わせられるやつ。ジジイマージン、ちょっと今のところうまいこと、なんか、俺がゴミ拾いしてるマッドと、なんか、合わせといてくれ。オフレコでよろしく。本当なんだもん。でもいいじゃん、別に。影でやってんだもん。悪いことだって認識してるんだから、もう謝ります。ごめんなさい、フグの。好きな方々。ニコラジでやれ。お前、そういうことですよね。別にニコラジ干されたら、で、っていうのはまだネタにならないからいいけど、警察にそんなんで捕まったら超かっこ悪いぞ。フグ殺して警察に捕まったら。前代未聞だぜ、俺、親になんて言えばいいの。なんであんた警察のお世話になったのって、いや、俺さ、釣ったフグをさ、虐待してたらパクられてたんだよね、って。下手すりゃパクられるぞ、映像に載せたら。それ、さじ加減を大事にしなきゃいけねえんだよ。さじ加減を、バカどもが。俺を見習えよ。何年見てんだ、俺の像は。七、八年見てんだろうが。おめえらフグ見てんすんだ、あの時の。俺はもう、よく言うだろ、テレビのニュースとかで。この衝動が、人に向かう、絶対使われるぞ。俺がもし人殺した時にさ、彼はこんな供述をしており、なんかよく俺の視聴者とかインタビュー受けてさ、この衝動が人に向けられるまでにそう時間はかからなかったみたいな。フジテレビあたりになんか取り上げられるんだろ、俺許さねえかんな。それで笑う視聴、危ないし、オウム真理教みたいな、報道のされ方なんだろうな。ってアナウンサーとか、なんで彼らたちはこれで笑ってるんですかって、俺がフグ殺してピチピチピチつって、ケタケタケタって笑ってる時、ハマちゃんしか笑ってくれねえだろうな。ダウンタウンナウで紹介してほしいわ。うんこじゃねえなつって。よろしくお願いします。俺が出所した暁には、よろしくお願いします。